こんばんは <laughs> たまにはマスクで許してね <laughs> 前髪<み>が<笑>,笑顔の女い低ありがとうございますこんばんはあのお礼配信の日程を決めたいんですけれど何日がご都合合いますかね そう、それは絶対に今日決めたいんですよそうでもこの時間にやるとこの時間に来れる方からの意見だからさ <laughs> この時間に来れない方の意見はどうなるんだとも思ったんだよねどうしようこんばんはー、はい、ポーズ今日もお疲れ様です今日さ平日 だから、お休みじゃなくて、お仕事とかあった方も多かったのかなお疲れ様です。マスク姿も世界で一番可愛い。優しい。あの、アイラインとか。目だけ、目だけメイクしました。<laughs> マスクだと前髪が浮く。やだ。花にゃん。花にゃんね、頑張ってくれたこの手袋。 しまったのでまたいつか <laughs> あそうはあのー、お礼配信で見たい何ていうの企画も募集しておりますなんか絶対にやるのは貢献ランキングを書くのとカラオケがちょっとびっくりするぐらい聞こえてなかったので <laughs> その2つはやるんですけどまだあとはなんか皆さんが見たいものとかをできるだけ あのリクエストにお答えしようっていうあの予定なのでちょっと待ってねあ待ってご時だ。 全然風邪じゃないです。でもなんかね、声はね、ずっと変だけど。風邪じゃないよ、全然。風邪ではありません、普通に。ちょっと時間がなかったから、ここまでのメイクで終わらせてしまった。<laughs> こんばんは。あー来たよ。ありがとうございます。笑顔の穴咲いてありがとうございます。6日の9時。はるちゃんもいる嘘 全然気づかなかった。えー、ほんとに全然わかんないけど、いるならありがとう。うん、はるにゃんお任せしたよー、とか。<laughs> そう、特別審査員賞にあの選んでいただいたんです。ありがとうございます。あの、それもまだ、昨日そうだよね、そう、昨日。昨日、ちょっと私がスマホを見れていない間に、あのまさか発表されてて。 なんか5月8日までに発表されるってなってたからこんなにすぐ発表されると思わなくてなんか気づいたのがちょっと遅くなっちゃったからチャットはチャット何にも送れないし <laughs> あのー X のポスターできたんだけど真夜中もう本当に夜遅くだし <laughs> メールもほとんど文章書けずに配信もできなくてちょっと申し訳なかったんですけど でも選んでいただけて嬉しかったです。6日の9時。でもそうなんか、夜がいいよっていう意見と、土日がいいよっていう意見と、あの、公園がない日なんか、やっぱり、公園がある日はっていうのだと、と4日以降がいいとか、5日以降がいいとか、そういう意見も多かった。夜ならいつでも、え、でもそう人によるんですよ。それが難しいところ。 こんばんは、花一ぷーち。たくさんありがとうございます。ギフトも。嬉しい。お仕事でした。お休み。えー、でも、皆さんお疲れ様です。<laughs> でも、明日以降とかも5月できるだけ配信したいなって思ってるんですけど、ちょっとやらなきゃいけないことが山積みで、明日できる、明後日できるっていう確証がないので、お礼配信だけは今日決めて、 でも今日決めるとね、この、この時間に来れる方の意見しか見れないよね。どうしよう。<laughs> こんばんは。めっちゃ風って言われちゃう。風じゃないです。<laughs> 花粉症はあるけど、風ではないと多分思ってる。こんばんは。笑顔の穴咲いってありがとうございます。マスクにゃん。プロ初見さん。違う、ベテラン初見さんだ。 こんばんは。あ、初見が待って。あの、ところの初見になってる。特別申請書おめでと、こちらこそ本当にあの、本当にたくさん皆さんご応援していただいたおかげなので、本当にありがとうございました。あの、チャットとメールには文章を送って、あの、そう、ここの、ショールームの、あのー、なんだっけ。プロフィール欄にもちょっと書いてあるので、 ぜひそこも見ていただけたら嬉しいなっていうのと、お礼配信をどうしましょう。そうだ、カラオケさんそう、あの、曲も募集してます。笑顔の穴咲いてありがとうございます。花には外見しました。<laughs> バイバルカラいや、カラオケ本当に聞こえてなかったみたいで。 本当に申し訳なくて、なんかそんなに聞こえてないと全く思わなかったから。ぬいぬいちゃん。あ、待って、レッサーばっかりだ。レッサーだよー。花にゃお願い、え、じゃあ花にゃタイムもうけます。全部花にゃはちょっと。あの、真面目に話したい時とか、あの、ラン貢献ランキング書いたりとかは、 うん。にゃんにゃんしてるとなんか、うん。真面目に伝わらない気がするので、はなにゃんタイムも設けます。ずっとはなにゃんじゃないけどじゃん。長時間配信になる感じ。あの、前回のイベントの時に、お一人お一人、あの、 お名前とメッセージを読んでいたら2回に分けることになってしまって <coughs> どうしようでもさ絶対長くなっちゃうけどでも今今週特に今週ここ1週間ぐらい。 ちょっと他のことにも時間を使わないとまずくて <laughs>、やらなきゃいけないことがちょっといろいろあって、そんなにたくさんの時間を取れ2回に分けてとかにはできればあんまりって思ってるんですけど、絶対になっちゃうと思う。 こんばんは。新鮮特別おめでとう。こちらこそ本当にありがとうございました。すっぴん配信でもいいでよ <laughs>。すっぴんね。あの、100、100%すっぴんはまだ見せたことない。あの、メイク100だとしたら15ぐらいはある。あの、ベースだけ、親ある気がする。5か6の夜が良いです。 でもゴールデンウィークの土日だとそれぐらいですよねえっと個人的に6の夜6の夜まだあんまり確定はしてないけれど6の夜よりはこの夜がいいかもしれないこんばんは 笑顔ののいいてありがとうございます5の10時夜だとそうだ何時がいいんだろうなんか夜ってさ幅広いじゃないですか <laughs> 7時も夜だし23時も夜だし9時九時とか10時とか9時かなぁスクショをポストして OK ですかああの漏まれてるのなら OK です 半目とかやめてください。はるちゃんが今度春はるにゃんやってくれると思うのできっと。たくさんギフトありがとうございます。ちょっとコメント貯めてそうな気がするので飛ばしますね。そっか、6もこうあるのか。じゃあ5かな。5月5日が有力候補です。 ご飯ね、まだね、これから食べるんですよ。<laughs> 今日全然食べてなかった。気づいたらそういえば食べてなくないみたいな。朝は食べたけど、気づいたら昼食べてなくて。<laughs> そう、チャットの返信だと、そう、4日以降、5日以降とか、 買おうかったかな花にゃんが良かった花にゃんね花にゃんタイムも儲きます起きる手打ちでやってる賞金賞金じゃなくすればいいんですよもうベテランベテラン賞金って意味わかんないし <laughs> 風邪はひいてないですすみませんあ、坂道も グループさんも、あの、ありです、その、カラオケは、えっと、48グループと、坂道さんと、あと、あの、イコーノイジョイさんも多分歌って大丈夫なので、そう、私まだイコーノイジョイさん歌ったことないカラオケ配信で。だからそう、素敵な曲たくさんあるし、それも大きいです。 ギャルメイクはね、ちょっとね、時間がかかりすぎるので <laughs>、ちょっとあの、もうちょっと時間が取れるときにします。それも貢献ランキング読んでるときにさ、ギャルってやばくない <laughs> はなにゃんがいいの、ええー。貢献ランキングはなにゃんで読んでるとふざけてるのかなってならない <laughs> はなにゃんも来ます。 来るけど本県ランキングあのニャンで読むとお真面目になっちゃうチャイナ服をョ、えーえどうしようチャイナ服もあるありますあるけどチャイナ服でいいかなチャイナ服にするとチャイナ服になっちゃう <laughs> 違う日本語がおかしいけどいろんな洋服がある中で途中では着替えられないから マスクはここから下がメイクしてないので待って時間まずいかも56分だって9時ぐらい9時ぐらいかな確かに9時から始めないと時間が足らなくなりそうミラーボール爆盛りしてみたえー、ありがとうございますえ5日9時頃からでいいかなあの仮決定で5日9時にします まだ、あの、チャットの編集は見たけど、メールの編集はまだ見れてないから、とか。あと、私がなんか他にちょっと予定が入っちゃったりとかしたら、変わるかもしれないけど、5日の21時かな。あ、確かに、ラストアイドルさんも歌えるかもしれない。 ギャルメイクは、ちょっと時間がかかりすぎちゃうんだよね。どうしよう。<laughs> そう、服装のリクエストも、チャイナみたいに、あのー、なんか、みたいなあったら、お待ちしてます。でもさ、服装ってさ、一個しか採用できなくない髪型もそうだけど。よし、男女をとりあえず読みます。一 <laughs> 位ロングさん、ありがとうございます。リッサーちゃん。 でも、久しぶりにマスクで配信したの。2位、眉毛さん、ありがとうございます。見てよ三3位、富安さん、NGT、花んたくさん、ありがとうございます。スナイポーズ。4位、パンダの太陽さん、ありがとうございます。猫耳。5位、イージス、イージスさん、ありがとうございます。<laughs> ハート。6位、ワンマンさん、ありがとうございます。指ハート。 7位、ファントムは、花江ちゃん大好き、清しキャンペーン。K。<laughs> 継続中かなありがとうございます。おばけ。8位、ビールバラさん、ありがとうございます。なんだろう。あ、花にあの手があるよ。<laughs> 9位、茨城のゆうきさん、ありがとうございます。なんだろう、ダサンポーズ。 10位、しめじじさん、ありがとうございます。くま。11位、星のこどわさん、ありがとうございます。こワーポーズ12位、けいすけさん、ありがとうございます。13位、おにぽてさん、ありがとうございます。あれ、待って、変わった変わったかもしれない。 え、待って、変わったいや違う、私がただ単に十4位まで読んじゃっただっけあら、ちょっとわかんない。申し訳ない。ごめんなさい。あのー、わかんない。あと、読んでない方がい,いたとしたらちょっとわからない。えー、全員読んだ気あれああ、わかんない。申し訳ない。ごめんなさい。 あ、サンソさん、ありがとうございます。